木工さんの生配信、他と比べて木工さんに対する誹謗中傷や罵詈雑言、不快なコメント難上に嵐がいっぱいです。どうして平気でいられるんでしょうか。木工さんのメンタルの強さについて教えてください。まっとうな質問が。メンタルの強さ、いや俺そんなメンタルが強いわけじゃないからな。ちゃんとやっぱこう、なんて言われたことをこう自分で抱えずに、やっぱりその場で言い返したりするから、まあそこでうまいことこう発散してるし、まあなんかうざいコメントとかあったら、特に連投とか、うん、まあ、しつこいやつおったらもう全部もう自分で消したり、あとまあモデレーターの人に消してもらったり。そう、でも嫌なコメントってその消すときに見るじゃないですか。なんかそれを見てショックを受けたりとかないですか。まあこれ、まあそれイラってすることもありますけど、まあさすがにやっぱこう慣れてくるというか、うん、まあ、またこういうコメントねみたいな感じで。昔は結構そのショック受けてたけど、もう最近は慣れてもうショックを受けることは全然ない。昔はそうさ、最初の方はやっぱね、いちいちうわこんなこと言うやつおるんやみたいな、ぐさーってきてたけど、まあ徐々にこう心臓の皮が分厚くなっていくというか、まあそれってやっぱもう長くやってるからってやって、まあ、決してその芯の部分はやっぱ変わってないし、やっぱ今でもやっぱ腹立つときは腹立つし。あ、そうなんですね。まあやっぱそれはあります。まあそれがまあ慣れてきて、自分の中でこう整理できやすくなってきてるってだけであって。でも最近、そのなんか逆に傷つくようなコメントって、もうほら、大体のパターンはもう言われ続けてるから、まあまあ、新しく言われることってあります？いやまあ、確かに新しいパターンみたいなもうないかもな。オワコンとか。なんか、まあ、おわこわって10年前からずっと言われてるでしょ。でそうなんですよ、俺。中ポケ狩り講座、初期の頃から言われても、おわこんって。まあ、それはもう慣れたしで、ね、なんでしょうね。単純にコメントで、なんで生きてるん、はい、って書かれて。なんで生きてるんなんかもう全然可愛くないですか。はいはい。お前ことなんで生きてねんって言い返せば、その話でも。お前死ねえよ、じゃあ。なあ。俺生きてるじゃん、お前が死ねえよって言い返したったら終わるやん、これ。いや全コメントにちゃんと対抗してる。いや、全然こんなアンチコメントも何でもないですよ。はいはい。こんなもんは。了解です。